皆さんこんにちは、黒メガネクロウの京阪神駅前探索。今日は阪急京都線の南方駅に来ています。淀川区に位置するこの南方、以前お昼の南方を紹介しましたけれども、今回は夜の南方に来ています。いずれは夜の南方も来なければならないと思っていたのですけれども、なかなか勇気がなくてその一歩を踏み出すことができませんでした。しかし今日4月1日、ようやく新年度ということで最初の一歩を踏み出す勇気をいただきました。まず駅に着いたらこのようになんか行列みたいなのが出てきていますけれども、こちらの方は後ほど何の行列なのかを確かめてみたいと思います。そして駅を降り立つとすぐにこのようになんかマッサージの店の看板が、まあ普通のマッサージでないということは一目瞭然です。ちょっと降りた瞬間にもう浮き足立ってしまって、こうどっちに行ったらいいのかっていうのがもう迷ってしまいます。結構緊張しているんですね。カメラももうブレブレです。ちょっと大通りに出てきてしまいました。ここの大通りは特に普通なので戻っていこうと思ってます。やはりここに来たからにはよりディープなところを探し求めて歩いていきたいと思っています。改めて見てもかなりたくさんのマッサージ屋が入ってますね。マッサージの数と飲み屋の数にもう半端ないです。この隣の駅が十三なんですけれども、その十三の夜もかなり濃いはずです。これはこの後行きたいと思いますけれども、今回は南方で、この線路の向こうに見えてますのが 大原ご飛躍院。阪急電車のコラボです。伊丹が非常に近いので着陸する飛行機がかなり低くを飛んでいます。そしてここが大原簿記専門学校ですか。人の姿は見えていませんね。この大原の道を、ここがかなりやばかったんです。ここはもうちょっといろいろと呼び込みとかがもうひどくて、ところどころカメラ切ったりカメラを下げたりしながら映してて、結局あまり撮れませんでした。あの道が一番やばかった。とにかく中国人とか韓国人風の女性の人がいろいろと声をかけてくるんですね。なんか一瞬逆なんかと思ったんですけれども、そうではないようで、なんかマッサージとかなんとか言ってましたけれども、値段交渉とかああいうところでするんでしょうかね。結局そういうのはしませんでしたけれども、でここの表通りまで来ましたらちょっとホッとしました。この一本向こう側の通りがやばいんですよ。でこちら側はまだ健全です。こういう一本の中に入ったところがなんかちょっとやばい
感じがするんですけれども、この辺りは飲み屋が中心になってるみたいですね。かなり飲み屋が密になってますね。で、南方の駅の方に戻ってきました。こういう新しめのお店もあるんです。お寿司屋さんですね。最近できたんでしょうか。この通りもやばいそうですけれどもね。そうかと思えば、こういうなんかおしゃれなバーみたいなのもあるんですよ。非常におしゃれです。そしてこのようなちょっと小綺麗な居酒屋といいますか、日本一と書いてますけれども、日本一の居酒屋なんでしょうね。ここが先ほどの大原簿記専門学校です。もうここから踏切を渡って駅の方に帰りたいと思ったんですけれども、踏切が鳴ってしまいました。これは仕方がありません。もう一度あのやばいところをリベンジしますかね。どうしましょうか。この大原を左に曲がるとあのやばい道なんですけれども、さあ仕切り直していきましょうか。うわ、いっぱいおりますね。もうやっぱりちょっとやめときます。これはまた今度にしましょう。っていうかもう今度もないでしょう。もう戻ります。でもなんでこの町はこんなにマッサージみたいなそういう店が多いんでしょうかね。飲み物の数が半端ないですし、これは先ほどのマッサージビルですね。駅前の方に戻ってきました。でまだこの行列があるんですけれども、かなりの行列です。これはじめなんかバスかなんか待ってるかなと思ったんですけれども、このラーメン屋を並んでいる行列だったんですね。美味しいんでしょうね。以上、夜の南方からでした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もお願いします。